ロバートリー・ゴームレーはアメリカ合衆国の軍人海軍中将。第二次世界大戦中に南太平洋地区の司令官を務めた。ゴームレーは1883年10月15日にオレゴン州ポートランドで生まれる。1906年6月に海軍士官学校を卒業し、続く5年間を巡洋館で勤務した。 1911年から13年まで太平洋艦隊総司令官の重卒を務め、1912年にはニカラグア戦役に参加した。少佐に昇進し、第一次世界大戦の大半は戦艦レバダで副長を務めた。大戦後半にゴームレイは海軍海外輸送部の副部長に就任する。その後1920年から22年まで、 紹海ヨットのナイアガラ駆逐艦サンズを指揮した。サンズ艦長として彼は地中海で活動した。ゴームレイは1921年7月に中佐に昇進し、1923年から25年まで海軍実艦補への重卒を務め、続く2年間は戦艦オクラホマの艦長を務めた。1927年にワシントン DC で、 海軍長官の海軍召喚会議スタッフを務め、1930年代前半には、戦艦部隊司令官及び艦隊司令官の幕僚を務めた。海軍作戦部での勤務の後1935年にネバダ艦長に就任し、翌年艦隊司令部勤務に戻る。1938年には、海軍大学校の上級課程を修了した。 少々に昇進したゴームレイは1940年8月まで作戦立案部長及び作戦部次長を務め、その後海軍の特別オブザーバーとしてイギリスに渡る。中将に昇進すると、ゴームレイはガダルカナル、ツラギにおいて苦戦が続いた1942年6月から10月まで南太平洋地区司令官及び南太平洋部隊司令官を務めたが、その悲観主義のため、 太平洋方面最高司令官、ニミッツ大将によって解任され、ハルゼ中将が公認となった。ワシントン DC で数ヶ月間勤務した後、太平洋に戻ったゴームレーは、ハワイの第14海軍艦区司令官に就任した。1944年12月にはドイツ派遣海軍部隊司令官となり、1945年12月まで同職を務めた。 現役最後の1ヶ月、彼は作戦部で海軍召喚会議のメンバーを務め、1946年8月に退役した。ゴームレイ中将は1958年6月21日に死去し、アーリントン国立墓地に埋葬された。ありがとうございます。